このメンツでまだ G2 って話ね。はい、どうも、秘密結社フェガム総帥ハッチでございます。まあ一応ね、今週は、G2 が一つ、 G1 が一つ、そしてまああと G3 みたいな感じなんで、まあ G2 をねちゃんと当てといて、何しろね、あの予想動画で上げたやつだけに限れば39連敗中というね、あの重賞のもう連敗記録を続けてる。まあ間に未勝利戦の予想動画が当たってたりね、オープン特別の予想動画が2つぐらい外れてたりね。まああと他で言えば、サブチャンネルの方でね上げた動画では、ファンタジーステークスが当たってたからね、まあ連敗、僕個人としては止まってたりはするんだけれども、まあどっちにしてもこのフレガム TV のね重賞予想が最近当たってないんで、もう皆さんにご心配かけ通しでね、まあ買い方変えようかとかいろいろあるんだけれども、まあなんとかね、このレースはまあ G2 だからっていうより、そこそこ人気サイドで買えば当たりそうだからね、まあ取り紙だとか何だとか、とにかく的中マークを打つためにもね、やっていきたいなっていうぐらいのノリでまずはやっちゃいたいと思います。というわけで、フレガムズは予想のポイントなんですが、まあ、まだね、クラス分けがはっきりしてないところなんですね。まあ、つまり、1勝馬、2勝馬のレースなんでね、500万下、1000万下、レベルで止まる馬なのか、オープン馬に行く馬なのか、まだ混在してる。なので、まあ、見せてる素質とか、そういったところから、レースぶりからしっかり格付けがこんなになるんじゃないかなっていう、血統以外の部分でね、把握して、しっかり見ていけば、まあ、そしてね、その一つの根拠になり得るのが、厩舎によるレースの選択傾向。2歳馬で例えば重賞に何でもかんでも挑戦させる厩舎と、勝ち目がある馬を絞って挑戦させる厩舎とかね、そういったところも一つねコメントに含んでいきたいと思っております。まあ、というわけで今回の特注がですね、まあもう当てに行くんでね、想定一番人気アドマイヤマーズ。まあ、新馬オープンと連勝してますし、そのオープン中京2歳ステークスで2着だったエイシンゾーン、新潟2歳ステークスで5着だったんですけどね、これはみゆきとかいう騎手がね、いやこれついときあっちちゃんと外出しときようだったかな、まあ、そんな感じの、ね、レースをして、普通に乗ってたら馬券圏内だったんじゃないぐらいのレースはしてたんで、この中京2歳ステークス自体もレベルは低くないはずなんですね。まあ、そこを圧勝できてますから、まあ、ここのオープンでの実績っていう意味でもこの馬が抜けてるのかなと。まあ、そして、ね、休み明けここで、まあ、中京2歳ステークス夏のレースから少し間隔を空けて、ここを叩いて朝日杯へってことでね、まあ、期待が高まる一戦、ここは通過点にしたいなというところかもしれないんでね、まあ、特注ということで変えていきたいと思います。まあ、そして想定2番人気ダノンジャスティス。まあ、この馬がね、一つポイントで、厩舎のこの中内だ。先週はね、ダノンファンタジーでファンタジーステークスを勝ってね、この馬はPOG で2位でね、指名してたんでね、まあ、僕としてはもうそれでポイントも上がってきたし、これでね、グランアレグリアが朝日杯フューチュリティステークス行ってくれれば、ダノンファンタジーが阪神ジュベナイルフィリーズ勝てるんじゃないかと。まあ、それでね、朝日杯フューチュリティステークスの方でグランアレグリアがこけてくれたりすれば、まあ、なんとか、そこからね、ガタガタになって、POG 的には僕が結構有利な立場になれるレース選択をそれぞれしてくれてる、そういう批評っていうのはあるんだけど、同じダノンで中内だってことでね、まあ、この馬も、中内だ厩舎ってね、史上最速で100勝を達成したように、まあ、馬をしっかり仕上げる能力だったりとかね、まあ、ノーナファンの言いなりになる能力だったりとかね、あとはね、まあ、いろんな海外経験とかいろんな経験値、こう、なんか起こった時に適正対応する能力だけではなくて、まあ、史上最速で100勝ってことはね、勝てるレースを選んで、まあ、つまり2歳重賞に出してきた時の勝率って非常に高いわけです。まあ、今なんか余計なこといろいろ言っちゃった気はするけども、つまり、ダノンジャスティスも勝てると目してるから、少なくともアドマイヤマーズの相手になるかどうか、まあ、アドマイヤマーズとも勝負になるし、それでなくても、まあ、2着に入ってね、賞金を積み増すことができるという、中内田先生の読みがしっかりあって、まあ、それも、もう、史上最速で100勝って、ね、まあ、さっきも言ったけど、そういった、中内田先生の若手ながらの実績を考えたら、それもしっかり信頼を受けるだけの実績はあっての、こう、レース選択ということになりますので、まあ、ダノンジャスティスもね、これは買わざるを得ないかなということになってくると思います。まあ、そして3番人気がドナウデルタ、このまま消しちゃいましょう。お母さんドナウブルーが重賞2勝、その芋ゼンマイがね、ジェンティルドンナって言ってね、牝馬3冠、その年のジャパンカップで、確かにあれ、僕の記憶が確かなら、途中で寝ちゃったんだけど、あれ多分2着膠着になってるようなっていうか、ならなかったんだけど、膠着に、まあジャパンカップ勝ったわけですね。まあそういう名品系っていうこともあって人気しちゃってるんです。 POG 人気、決闘人気でこの人気順なんですが、じゃあ折り返しの未勝利勝っただけの、まあこれだけの人気が妥当かってことで、一つね見てみるとね、前走の2着馬3着馬勝ったレースのどんな馬に勝ってきたかで言えば、
まあ、前走の2着馬3着馬は次のレースで結構大きく負けてるんで、まあ、そう考えると未勝利戦も勝った相手が弱かっただけみたいなとこがあって、まあ、そのレースレベルに非常に疑問がつくわけですね。まあ、しかも母父ディープインパクトっていうのも、まあ、今のところ結果を残してないって言っても、まあ、これが5世代目だからね、そろそろようやく本番かなってところではあるんだけれども、まあ、そういった意味ではまだ買い要素の方が少ないのかなと。少なくとも、まあ、こういうね2歳重賞では POG で過剰人気しそうな馬はとりあえず消してかかった方が美味しいと。まあ、POG やってる人がむやみやたらに買うからね、その分消した方が美味しい。自分が指名してない馬に関しては基本消しのスタンスでいいと思います。ただ過剰人気じゃなくて本物の強い馬か、それとも過剰人気かの見分けかななんてね、馬券の中で非常に難しいんで、まあ、見分けるポイントというか、それを過剰人気だと見切って切るか、それとも、いや、これは本物だから人気してるんだって言って買うかのスタンスとしては、もうそれぞれの人がね、自分が POG で指名してるかどうかを一つ基準にして考えればいいと思います。自分が POG で指名してるけど偽物だって思って切って、本当に偽物だったら POG の方でね、悲しい思いをするし、本物だって、逆に指名してないのは本物だって言って本当に書かれちゃったら結局出てくるでしょ、なんかチョコレートってやつ、まあ、なのでね、まあ僕は指名してないんで消しです。まあ、そして想定4番人気ハッピーアワー、まあ、京都のハービンジャーっていうのもね、京都の連続はハービンジャー結構得意にしてるコースの一つですし、まあ、この馬がね、前走札幌の1200鈴蘭賞勝ってるのかな、まあ、そうするとね、距離延長でハービンジャーっていうのも一つ狙い目だし、まあ、ハービンジャーで母父ディープってこともあるけど、ハービンジャー3区ってことはね、多分ミオスタチンの DNA 配列で言えばプリンターの CC ではないはずなんですね、ハッピーアワー。それがメンツが低いとはいえ1002のオープンを勝ってる、まあ中距離からあたりに適性があるはずの DNA を持っているはずの馬なんで、そこでの距離延長、しかもハービンジャー3区の距離延長っていうのは、これ結構狙えるポイントとしては、まあ、むしろオッズまで考えたらこのハッピーアワーあたりが美味しいのかなっていうぐらい、まあ、決闘論とあとは一応オープンを勝っているって実績を考えた時に、こっちのオープン勝ちの方が上り目としては美味しいぞということで、これもね変えていきたいと思います。まあ、そして想定5番人気ヤマニンマヒア、まあさっきに消したね3番人気のドラウデルタは前走の未勝利勝ちの2着馬がその次着順を落としてた、逆にこのヤマニンマヒアが未勝利で破った馬はその次に勝ち上がってるんですね。まあつまりそのヤマニンマヒアの時の2着馬はまあヤマニンマヒアがいなければ当然勝ち上がってたし、次で余裕で勝ち上がった、しかもその後北海道2歳優秀でね3着に来てたんですね。まあ1着2着はね写真判定で間違いが起こった北海道2歳優秀ですけども、3着はさすがに間違ってなかったと信じたい、本当は10着ぐらいで後ろにいたのにってことはないはずなんで、つまり未勝利勝ちで下した馬は重賞3着というね、この実績を考えてもまあ未勝利勝ちからね上がってきた馬で、決闘でドラウデルタが人気してヤマニンマヒアの方が5番人気って、本当にこういう構図になったらね、これは結構このレベルを勝ってきたレースのレベルを考えたら比較的美味しいんじゃないかということで、これは買いでいきたいと思います。まあ、そして想定6番人気シャドウエンペラー、まあこの馬ねジャスタウェイ3区結構新馬で勝った後オープンとかね重賞でも上位掲示板ぐらいまでは結構みんな来てるんですね。まあ、それだけでも結構狙いどころですし、まあ前走東京マイルで5着からなグランアレグリアに負けてるんですけども、今回のメンツは多分グランアレグリアよりは弱いんでね、着差自体は詰めてくるだろうと。まあ、昇級2戦目っていうのもありますし、まあ、ここでこの馬が大きな 差をつけられてねちぎられるようだったら、今度は朝日杯フューチュリティステークスでのアドマリアマーズの取り扱いとかその辺を考えていけばいい話でね、一つ物差しになってくれるっていう期待もありますね。まあ、3着ぐらいまでには来るかなということで変えていきたいと思います。まあ、そして最後にひらめきオーナーということで、想定8番人気アズマヘリテージ、みんなねミルコデムーロとかクリストフルメールとか買うけど、この方このね騎手クリスチャンデムーロ、ミルコの弟でお兄さんが来てるから、それで呼ばれてお兄さんに呼ばれて日本に結構何回も来てるねってイメージかもしれないけど、クリスチャンちゃんと今年凱旋門乗ってたからね、日本馬じゃなくて、つまりヨーロッパでちゃんと乗り札を得てる、ヨーロッパでちゃんと自分で活躍できているから、まだヨーロッパにいるのはクリスチャン、ヨーロッパでフランスだイギリスじゃ乗れなくって、イタリアも母国も競馬がどっちかというと下火になっちゃってるから日本に逃げてきたのがミルコって考えたら、今や上手い方のデムーロってクリスチャンじゃねえかなっていうことでね、まあそうするとアズマヘリテージの方がいい騎手を確保したなと。今競馬が騎手のゲームになっちゃってるとかね、そういうことみんな言うんだったら8番人気はねえだろうと。これ本当に騎手人気でもうちょっと人気上がっちゃうかもしれないんでね、ひらめきを笑って言えない人気になっちゃうかもしれないけれども、まあ、そういった形で狙ってみたいと思います。まあ、以上ね、今週はまあ確実に当てに行ってなんとかマークを久しぶりに打ちたいなと
ということで39で止めます。以上ハッチーでした。最後までご視聴ありがとうございます。今回もまた頑張って馬券を当てたいと思っておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。